うっす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 。いやいやいや、皆さんいかがお過ごしですか。僕も相変わらずの生活をしておりますけども今日なんですけど、映画の話をしようかなと思って、最近見たとか昨日見た映画なんですけどね、レヴェナントっていう、レヴェナント、よみがえりし者っていう、映画なんですよね。で、知ってる方いらっしゃいますかね。割と、あ、いつだろうな、そんな昔じゃないと思いますね、作品自体は。主演がディカプリオで、レオナルド・ディカプリオで、確かディカプリオが初の何賞だっけな、グラミー賞だかな、なんとか賞を受賞した作品なんですよね。アカデミー賞じゃない、なんだっけな、忘れたんですけど、っていう作品です。で、話のあらすじがですねあれ18世紀とかか、19世紀とかかな、まあ、いわゆるその西洋のね、列強みたいな西洋の諸国たちがそのアメリカとかね、新大陸を目指して、いた時代で、その主人公のね、ダラス、まあ、ディカプリオ演じるダラスも、まあ、その、イギリス人かな、イギリス人でこうアメリカに渡ってきて、そのアメリカのその先住民のね、まあ、言ったらネイティブアメリカンみたいな人たちがとこう争いながら、そのアメリカのなんだ、あと獣とかねをかこう狩猟して、その毛皮をこうなんか本国に、売るみたいな、なんかそういうことをしてた、人の、まあ、ハンターですね。ハンターの話なんですよ。そうそうそう、だからまあそういう野生の、動物とも対峙しつつ、その先住民の人たちとも対峙してるっていう、なんかそういうような状況の中、こうアメリカのその手つかずの大自然でね、を駆け巡るこうハンターの人の話なんですけど、そのハンターの人がある日ね、こうクマに襲われまして、しかもこれ実話らしいですよ。実話を元にしたフィクションって感じで、クマに襲われて、ある日こう森に、ね、入ってこうやってたら、狩猟中にクマに襲われて、でもとんでもない重傷を負うんですよ。もうそのシーンもすごいんだけどね。クマ多分まあおそらくというか当たり前に CG だと思うんですけど、本当リアルな、なんかこのグリズリーみたいなクマに襲われちゃって、でもとんでもない重傷を負うわけですよ。もうズタボロ、クワクワクワ、もう瀕死の状態で、その瀕死の状態のところから、で仲間がね、運よくこう彼を見つけ出して、わっやばいみたいな、でちょっと応急処置もして、でなんとかこう一命は取り留めたんだが、もうなんか本当に虫の息ですよ。もういつ死んでもしか、おかしくない。で、なんかもう木の担架みたいなのを作ってもらって、その仲間にこうやって運んでもらうんですよね。運んでもらいながら、その、まあ、狩りというか、その、なんか、なんていうかな、巡業というか、あれですけど、なんかまあそういうのを続けると。怪我を狩る、その仕事を続けると。でまあ、置いていけないからっていう仲間だ。なんだけど、だんだんね、その山道が厳しくなってきたのと、季節が冬になってきたので、すごいこうそのまあ言ったら荷物が増えたわけじゃないですか、担いでるからね。そうそうそう。で、荷物が増えてきて、だんだんね、これこのね、彼ダラスね、ディカプリオをこのまま運んでいけねえぞと。もう山道的にも超急勾配で、こんな、しかも冬の中、こいつを持ってったら、多分、もう酒を進めないし、そうこうしてる間に先住民に見つかって、俺ら全滅してしまう、みんな死ぬぞみたいな、なんかそういうことになった時に、さすがにそのね、仲間だから、仲間かつ結構重要なね、ポストというか道案内役みたいな感じだったんで、隊長が、い
いやそれでも一人でね置いていくのはさすがにできないと。だからまあ言うてね、もうじき死ぬだろうと。そう、もうじき死ぬだろうと。だから死んだ時に埋葬して、最後こう見取ってやるっていうやつを、まあ金を出すからっつって募ったわけですよ。そしたら2人くらいこう出てきてね、でその2人がまあ2人とまあディカプリオを残して他のタイの人間はね、旅を進めた。でその残ったやつらはまあそのディカプリオがの最後を見届けるためにまあちょっとこう残って、ベースキャンプみたいなところに残ってた。なんだけど結果的にですね、裏その残った2人のうち1人がまあすごいこう強欲なやつで、こいつもう死んだことにしてというか、もう殺してもう行こうぞ行くぞみたいな、うん、金だけ欲しいんだみたいな、もうこいつは死んだってことにして俺らが埋めたってことにしまえばいいだろうみたいな感じのやつがいてね、結局そいつがもう一人の仲間のやつを騙してディカプリオ置いてっちゃうんですよ。置いてっちゃう。そんなね、瀕死の状態ですよ。もう全身傷だらけの。で、死んだと思ってたんですけど、実は生きてた。実はね、そこから驚異的な、なんか本当かよっていうか思うんですけど、超人的な回復力を見せて、ってなってたのが、もう生えるような、はって言って。で火を起こしてと、でなんかその辺の草みたいなもの食べたり、なんかこう落ちてる肉とかこううんって食べて、驚異的な回復力でなんとかね蘇るんですよ。蘇って復活するんですね。そうで最終的にその復讐を遂げるまでの話になっていくんですけどね、そっからだから裏切ったやつをでね、これね、まあ何がおもろかったかって、まあ結論おもろかったんですけど、何がおもろかったかっていうと、なんかね、人間とは何か、そして生と死とは何か、そして復讐は何を生み出すのかみたいな、このね、非常に人間の根源的なところにね、なんかこう、訴えかけてくる感じなんですよね。つまり、ディカプリオは途中でね、もうほぼ動物みたいな状態になっちゃうわけですよ。なんならそのもうここの辺に傷を負ってるから、もうあんまりこう喋ることもできないし、でこうやって這いずり回ってなんか人間的な要素は一切なくなるんですよ。その怪我をしてから復活するまでの過程で、でその間もちろんそのセリフもないし、会ったとしてもとかっていうくらいで、もうそういうような状態の主人公と自然の映像美、すごい雄大な自然で撮ってるんですよね。すげえところで撮ってるなっていう、まあそこも一つの見どころなんですけど、っていうのを見るともう人間じゃないんですよね。人間らしさがもうそこにないです。もうただただ生きるためだけに行動してる、動いてる、もうもはやまさに動物になった時に、なんか人間ってなんだろうって、もうこれはもはやもう動物やないかと。でその動物が徐々にこう回復していって人間に戻っていく過程で、なんかやっぱそこに生まれてくるのがね、その生と死とか、あとはね宗教的なところ、なんか徐々にちょくちょくね出てくるんですよ、作中にも。そのイエス・キリストの下りが、イエス様がどうとかとか、なんかまあその聖書の下りとかが出てくるんですけど、そこの宗教の感覚と、でそこの宗教に絡めて復讐っていうことね、言ったらその主人公はもう復讐心ね、うん、その裏切り者をこうに復讐すると、その一心でこうまあね蘇って、復活して、で、まあ、最終的にね自分たちを置いて行った先、隊長とかに合流するんですよね。隊長たちがいた集落に合流するんですけど、まあ、そこまで行くと、で最終的にその裏切り者をこうね追い詰めて、でもうこう肉弾戦のね戦いをするんですけど、最後ねもうそのあいつね裏切り者をもうここで仕留められるってなった時に、ディカプリオはいやと、なんだっけな、復讐は我がするのみだっけな、なんかそういう聖書の一節があるみたいで、
なんですけど、やっぱその最後の復讐のね、こいつを生かすか殺すかは天命に任せる、つまり神に任せようということで、最後のとどめは刺さずに川に流すんですね。で川に流したら、まあ、結局死んじゃったんですけど、で最終的にインディアンのね、ネイティブアメリカンの部族に見つかっちゃうんですけど、その部族の、娘がですね、旅の途中で助けた、命を助けた、娘でして、助けた娘でしてね、そこでなんかこう結局のところ、なんだろうな、復讐は何も生まないし、自分がしたことは返ってくるし、悪いことをしようとしたら返ってくるしみたいな、でいいことをしたらそうやって最終的に返ってくるしっていう、なんかそういうような、なんだろうね、因果応報というか、なんかそういうのをすごい感じさせる映画で、なんか面白かったです。とにかくね、まあ話というか、なんかそのストーリー性がすごいっていうよりも、なんかその、なんだろうな、本当人間の根源的なところなんですよね。本質的ななんかそこを描いてる感じがします。テクニカルななんか脚色がどうとかとか、話の流れがこう、どんでん返しがこうとかじゃなくて、その本当厳しい自然に置かれた人間が、まあその動物との違いだったりとかっていうところを描きつつ、まあとにかくやっぱそのディカプリのようなね、演技も素晴らしくてすごいですよ。すごいな、あの演技は。あの演技を見た後になんか他の見るとね、なんか全然おままごとみたいに思えちゃうくらいすごい、すごい演技で。ちょっとね、ぜひ見ていただくといいかな。2時間40分くらいある超長い映画なんですけど、結構いいっすよ。なんか問いかけてくるしね。人間として大事なものってなんだとか。あとは、まあ単純にさっきも言ったんですけど、映像が美しいですね。大自然の中、ブワーッとカメラ回して。すごい。大自然、自然が美しい。まあなんかそんな感じかな。はい。自然っちゅうものがね、はい、感じました。